ルカイアル甘さらくあるあるパ。はい、かわいい工場委員会昭和レトロ支部、今回もよろしくお願いいたします。透明鳥ちゃんの呪文で現れました、私針葉樹林でございます。いつの間にやらね、この動画も97本目かな、100本近く撮ってまいりました。よくまあ今まで撮ってこれたなとか思ってね、我ながらねちょっと感心してしまいますが、100回目目指して頑張っていこうかと思います。こちらはアシスタントのピミタンです。今回はね、先ほどの呪文でも言いました透明ドリちゃん、東映特撮オフィシャルさんでね、透明ドリちゃんの配信が始まりました。それにちなんで透明ドリちゃん風の登場をしてみました。でピミタン、ちょっと頭突きがピミタン、かゆいってばよ。おちりなでなでちてなの、おちりなでなでタイムでちゅー。透明ドリちゃんという作品は1978年1月から始まりました、女の子向け特撮番組でございます。当時としてはね、女の子向けの特撮作品というのは大変珍しいものでございまして、これが後のね、中華なパイパイですとか、中華なイパネマですとか、美少女仮面プアトリンですとかに続きます不思議少女コメディの原点とも言われております。当時を知る昭和世代の人は懐かしく見ることができて、当時を知らない若い世代の方は昭和の女の子ですとか昭和の学校ですとかを垣間見ることができて楽しめるんじゃないかなと思います。で、透明ドリちゃん、柿崎澄子さん演じる青山みどりちゃんがひょんなことから妖精の子供と間違われて妖精の世界に誘われるところから始まります。で、妖精のね、王様の子供たちゼリアンとピピルというらしいんですが、それがドリちゃんとドリちゃんの弟のトラオくんにそっくりだということで妖精の世界に連れて行かれまして、で妖精の世界の王様王妃様、あ、お前こそ探していたよゼリアンと言って、妖精の世界にね、君らは妖精のプリンセス、プリンスなんだから妖精の世界にとどまるように説得いたしますが、ここがねやっぱりね、あの普通の作品だったらね、私妖精のプリンセスやったーってなんかその世界にね馴染んでしまうんですが、ドリちゃんはね拒否するんですね。あのやっぱり今の人間界ですとか、お父さんお母さんお友達なんかが好きだということで、で私は妖精なんかじゃない、普通の人間の青山みどりよということで妖精界にねとどまることをね、まあ、拒否するわけですが、そこでね、あの王様がですね、それならばドリームボールを渡すので、この力を使って人間の世界に夢愛勇気希望を与えるという使命を課しました。その使命を叶えることができたら人間界にとどまってもいいというね、ちょっとなかなかね王様強引だなみたいな感じがございますが、そういったところから話は始まるのでございます。でドリちゃんのお父さんお母さん、お父さんは獣医さんですね、お母さんは専業主婦のようです。まあ普通の女の子と言いながらも、まあ、かなりこう裕福なご家庭なんじゃないかなというのがね垣間見えるんですが、お父さん役は佐藤誠さん、よくね学園ドラマで話のわかる校長先生の役をやっていたようなイメージがございます。そのお父さんが大好きなおばあちゃま白川きっ子さん役に曽我真知子さん、曽我真知子さんといえば特撮作品のね悪の女王様をね演じてらっしゃるイメージが強いですが、今回はおばあちゃんの役、大変ね美しいおばあちゃん、いやね本当曽我真知子さんすっごいね美人ですよね。そしてそのね白川きっ子おばあちゃまのお孫さんでドリちゃんの仲良しのね男の子大輔くん、大輔くんの役は僕らの小さなスーパーマンガンバロンで主役を演じた安藤和人さんが演じていらっしゃいます。なかなかのね豪華メンバーでねございますね。で、あの妖精の国の王様は藤村有弘さん、ひょっこりひょうたん島の初代ドンガバチョの声優さんでいらっしゃいました。王妃様のね役は藤島久美さんという方がすごいね美人な方ですよね。どうもねミンキーモモの魔法の国の王様王妃様の実写版みたいなイメージがございます。あのミンキーモモの方がね全然後なんですけどね。でそして妖精の国の王様から授けられたドリームボールで透明になる能力とフェアリーベルで妖精を呼び出す能力というのを
与えられます。で実はね、透明鳥ちゃんって穴埋めの番組というか、ゴレンジャー終了した後にジャッカー電撃隊というね作品がねスタートしたんですが、残念ながらゴレンジャーほどの人気を得ることはできなくて打ち切りになってしまうんですね。でもそのちょっと空いた枠みたいなのがねできたわけなんですよ。そこで制作されたのが透明鳥ちゃんというわけで、透明鳥ちゃんの放映期間も26話、半年ですね、半年しかなかったんですが、なかなかの人気作品でございました。穴埋め作品ということで、おもちゃがほぼ発売されてないんですね。ここで登場するドリームボールですとかフェアリーベルですとか、おもちゃにするのにふさわしいグッズだと思うんですが、おもちゃは発売されていなく、ボールにしろベルにしろなんか市販品みたいなグッズでございました。ちなみにね、ジャッカー電撃隊がね打ち切りになって放映された番組と言いますが、私はジャッカー電撃隊ももちろん大好きでございました。今日の T シャツはジャッカー電撃隊でございます。で、鳥ちゃんですね、まあそんなわけでおもちゃはほぼ発売されていなく、発売が確認できているのは妖精のお人形セットとかですね。この妖精もなかなか個性的な面々でございまして、石の精、風の精、火の精、水の精、土の精、それぞれのね妖精が、まあ、ぬいぐるみだったり草原だったり、あとはもう着ぐるみだったりとか、いろんな形でね登場いたしまして、なかなか個性的で可愛らしい面々でございます。原作はね石森章太郎先生でしたので、石森ワールド炸裂のキャラクターデザインでございました。特にね土の精、これが中にねスーツアクターさんが入っている着ぐるみなんですね。この外見にしてなかなか飛んだり跳ねたり宙返りしたり激しいアクションを見せてくださって、ちょっとね迫力がありすぎて怖かったりもいたしますが、個性的素晴らしいメンツでございます。大体の登場というか、まあ妖精界と人間界をつなぐ役としては石の精ドンパが活躍されておりましたね。そしてこのね透明鳥ちゃんね、ぐるぐるメダマンの時にも紹介しましたが、まあ、女の子らしい当時の女の子の服装ですとかお部屋ですとかが垣間見えることができるんですが、ぐるぐるメダマンのマミちゃんが一人っ子だったのに対して、鳥ちゃんはトラオくんという弟がおりますので、お部屋はね弟と共有ということでね、マミちゃんの部屋ほど可愛くはないですね。ドリちゃんのね性格もなかなか結構男勝りだったせいもございますし、弟くんとね同系統の服、なんかしましまのなんかセーターみたいの着てることが多かった気がするんですが、まあそれほど女の子らしい感じではございませんでしたが、まあその辺の設定もねきちんとできているということで、なかなか興味深いものがあると思います。でそんなわけで、まあ、由緒正しい東映特撮作品ということで、他のキャストさんたちもなかなかね豪華なものがございました。担任の先生はモモレンジャーの小牧レサさんです。大変美しいねお姉さんでございました。教頭先生はね杉義一さん、ジャッカー電撃隊の横浜ボスの役ですとか、あとは太陽戦隊サンバルカンのバルシャーク杉金也さんのお父さんということで知られております。動画を作ってる時点では4話までが配信されてるんですが、2話に登場するゆういちくんは解決バットにも登場されておりました。でそれ以降のねお話でもウルトラマンレオの真夏龍さんですとか、ゴーグル5やダイナマンのブラックで知られる春田純一さんですとか登場しておりまして、なかなか豪華な顔ぶれとなっております。でまた主役のね柿崎澄子さんもね、もうなんというかとても可愛らしく、デビュー当時の石原さとみさんみたいな可愛らしさでございまして、で柿崎澄子さんは後に宇宙刑事シャリバンに登場されております。でこちらのね透明鳥ちゃんですが、オープニングエンディングもね大変可愛らしい曲と映像となっております。特にねエンディングなんかはね、鳥ちゃんがねこうセーターをね脱ぐんですよね。でセーター脱ぐとね消えちゃうんですよ。なんで消えちゃうねとちょっと残念がっておりました。この妖精の国のね描写というのもね、実にアナログで昭和な感じの夢の世界といった感じがしてね、とても可愛らしい世界なんじゃないかなと思います。もうオープニングのねこの透明鳥ちゃん、これも手作り感というかアナログ感というか何とも言えない透明鳥ちゃんのタイトル画面だと思います。
でお話としては、まあ、先ほども言いました人間に夢や希望を与えるというね使命を背負っておりますが、特に敵がね登場するわけではございませんので、まあちょっとね激しいいじめっ子が登場したりとかしますが、こう戦ってるシーンとかはねあまりないですね。喧嘩のシーンはね多いですけどね、ドリちゃん自身がね私の喧嘩は全てやるって決まってるのよみたいな感じのなかなか男勝りな性格でございまして、結構ねまた昭和の作品喧嘩のシーンとかねなかなか危機迫り、今だったら絶対ね NG な描写もねいっぱいあります。敵が現れるというわけではございません。派手な変身シーンもございません。ムーンプリズムパワーメイアップとか叫ぶわけでもございません。フェアリーボール、こちらはガチャガチャのカプセルですけれども、フェアリーボールを持ってベルカイアルアマサラクナイナイパという呪文のみで体がスーッと消えていって、その時その時まあいたずらすることもありますが透明になるというね力を使っていろんな事件を、事件というほど事件でもないですよね、本当にね普通な生活の話が多いですので、まあその時その時の出来事を解決していくみたいなねことが多いようでございます。でまたその変身シーンというのをめちゃくちゃねアナログでね静止画像からスーッと消えてスーッと現れるみたいな、ものすごく昭和チックというか地味なシーンでございます。そして何かねあるとフェアリーベル、ベルを鳴らして妖精を呼んだりとかしていますね。でまあ何しろ本当に戦うわけでもないのでね、どっちかっていうとね小学校の頃の道徳の時間に見たドラマみたいな感じがねいたします。結構この当時のね子供向けのね作品ってね、ヒーローものはもちろんね敵が出てきて戦うんですが、それ以外にもね割とみんなで力を合わせて頑張っていこうみたいなね教育的番組が多かったように思います。ドリちゃんの前に配信されておりました冒険ファミリー、ここは惑星ゼロ番地も地球から宇宙の見知らぬ星に紛れ込んでしまった家族たちが力を合わせて暮らしていこうというねストーリーで、やっぱりね敵とかがね出てくるわけでもないお話でねございました。でこの透明ドリちゃんですが、やっぱりコスチュームもねとてもね可愛らしく、そこもやっぱりね石森章太郎先生ワールドが炸裂したこう蝶々のようなね羽がついたねとても可愛らしいデザインでね、いやね若い頃ね透明ドリちゃんのコスプレしたいとか思ってたんですけど、どうもこの羽を作るのが大変そうなのでそれはちょっとね断念いたしましたね。でも今結構海外通販物でこのドリちゃんと見まごうような蝶々の羽みたいなコスチュームが売ってたりとかするので、ああこれから透明ドリちゃんのコスプレをやろうという人はこれを使用すれば OK なんでないかと思います。で透明ドリちゃんね、まあ、透明になるから透明ドリちゃんだと思うんですが、まあ、最近ねよく言われる透明感のある美少女みたいなものに通じていくのかな。透明感がある美少女っていうのもね何なんだろうって私未だによく分かってないんですけども、まあ透明感があるんだよねきっとね。まあ差し詰め私は濁りまくりのドブといった感じですかね、大義語として。そしてこのね透明ドリちゃんのね絵なんかも、まあ、石森章太郎先生の絵は少しねグラマーで大人っぽい感じでございます。骨格ウェーブっていうんですかね、ちなみに骨格ウェーブが何であるかも分かってないんですけど、透明感とともにまあとりあえず生きてる感じの女の子っていう解釈で合ってますか。というわけでこの透明ドリちゃん全26話ですので週に2回配信で13週、まあ3ヶ月ぐらいの間ですが、もし興味がある方がいらしたらぜひ見てみるといいかと思います。ちなみにねこのね今回の動画もね以前のぐるぐるメドマンの時と同じように、別にこれを検証しようですとか考察しようですかとかいうね動画ではございませんね。ただちょっとね自分がね思っていたこととかね紹介したいことをただただ伝えてるだけの動画ですので、あまりねちょっとマニアックなツッコミみたいなのはご勘弁をお願いしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。透明ドリちゃんでまた昭和を感じていただければ幸いだと思います。この動画少しでも面白いためになったキモいなど思いましたら、ぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録高評価ありがとうございました。次回もまたこの動画でお会いしたいと思います。ベルカイアルアマサラスナイナイパ。